行こうか。はい、こもちゃん。よし。もちゃん頑張れ。行くよ。よし。美味しかったね。おはよう。おはよう、まっちゃん。ちゃん、まっちゃん今病院行ってきました。一応、ま、今の現状はとりあえず薬飲んで眼振がなくなって、うん、眼振なくなって。でまあ、ふらつきも前ほどふらつかなくて、ね、ちょっと前に出した動画みたいに散歩も普通に、まあ、距離は短めだけど、うん、結構足取りもしっかりして歩けるようにはなってる、うんうん、ちょっと小走りもできる、まあ、ただこの頭振った時にそうふらふらっとする歩きながらやる時とかねたまにまだふらっとする時がある、うんうん、でまあそれを、まあ、今病院に行って先生に伝えてきて、うんでとりあえずまた1週間は内耳炎にそっちの治療の方をちょっと進めてで一旦1週間様子を見ようってことになりました、うんまあ、それでもこのふらつきが改善しなかったらもう次は MRI か CT を取った方がいいかなって感じだね、うんで耳の洗浄を今してもらったら右耳がやっぱりすごい汚れてた、うん、奥の耳掃除だけじゃなくて奥の方まで洗浄してもらったんで、うん、なんか黒い塊がゴロッと出てきたね、うん、頭洗浄してもらって頭をブラッと振ったら黒い塊がビャンと飛んできたあいつのせいだったらいいんだけど、うんもっちゃん、うん、今耳の中は綺麗、うん、まあねこれで改善してくれたら一番いいんだけど、そう、うん、だけどまあちょっともう経過観察
うん、1週間またでちょっとね下半身が運動してないからちょっと細くなって筋力落ちてきて体重落ちてきてるけどもともと細いからあれなんだけど、うん、こう足拭いた時とかにこんなに足薄かったっけっていうぐらい薄っぺらくなっちゃった、うん、だってウエストはね、うん、背骨も出てきたから、うん、まあ、もともと出てたけどそうもともと細いけどますます、うん、1キロぐらい減ってるのかな、うん、一番10キロ一番多い時から見たら2キロ減ってる、うん、こんな体はね、うん、もっちゃん、うん、八並みに大きいのに、うん、体重が、うん、10キロちょっとしかない、うん、トラと変わらない体重、うん、12キロあったのに、うん、ミニでやってほしい、うんうん、あの黒い物体のせいだと思いたい、うん、だからまたあと1週間、うんうん、とりあえず薬で様子を見ます。また1週間後ぐらいに病院行ってどうなったか、うん、な、本当ちょいちょいちょいね、薄っぺらくなったでしょ、うん、上から見たらちょっとね、右にそして傾いてるんだよね、うん、右に曲がってる。ここが、ここがね、うん、もともと多分ここは骨だから、うん、下半身が、うん、すごい膨らんで見えてたけどこっちが細くなってたから、うん、前はまだしっかりしてる、うん、後ろ足がもう、うん、薄っぺらい足が、うん、この筋肉に比べたら、うん、いい顔しとる。本当だ。来た。さっき誘ったけど乗ってこなかった。ちょうだい。